おはようございます。アワビレッジの落合です。今日はですね、ちょっとリクエストがあって、畑の畝立てをする際の線引きについてやり方を教えてくださいっていうのがありましたんで、ちょっとやってみたいと思います。一人で動画を撮ってるので、ちょっとね、見づらいところあるかもしれないですけど、お願いします。ちなみにこんな感じです。はい、映ったかな。はい、よろしくお願いします。じゃあまずね、ここの畑にこれからマルチを張るんですけど、マルチを張る際の、目安となる基準線を引いていきます。使う道具はまずですね、よいしょ、まあこれ畝間に合わせて、切った棒なんですけど、こんな感じですね。まあ、2本セットになってます。それで、例えばこう、まあもちろんマルチの幅、それから、まあ、寒冷紗をかけるのか、ビニールトンネル乗せるのか、そういった管理作業の内容によっても適切な畝間って変わりますんで、その時の、そうですね、作付けに合わせた畝間の棒を使います。今日はあの寒冷紗っていうかね、防虫ネット使用して栽培するので、一番うちで使う長い棒でやってみたいと思います。170センチぐらいあるのかな。で、一応こう棒の中心に中心位置をマジックでこう印をつけてます。まずですね、こう畑の端から、まあ、少し余裕を持ったこんな感じで、例えば足1個分畑の端から開けて棒をセットして、その中心位置ですね、つってこれかな、ここのところに片側の棒を立てます。ちょっと硬いからこの辺ですかよっ。そうしたら、線引きに使うこれはロープですね。これホースリールに巻き付けてあります。 100m 分のロープかな。よし、これを出して、でもう一本の棒を持って畑の反対側に行きます。こんな感じで引っ張っていきます。まあ、ここの畑はちょっと小さめなんでね、30メーターぐらいかな、畝の長さとして。はい、反対側来ました。じゃあここもね、さっきと同様に畑の端から、まあ足1個分ぐらい開けて棒をセットして、まあ中心のところですね。ここもちょっと硬いな。よっ、こんな感じで棒を立てましたら、さっき持ってきたロープですね、これ先端をリング状にしてますんで、これを棒に引っ掛けます。そして元の場所に戻ります。よいしょよいしょよいしょ。はい、そしたらですね、よっ、こっち側でロープを引っ張ります。ちょっと三脚立てますね。これ立てないな。よし、はい、こんな感じ、こんな感じかな。はい、そしたらこのロープをさっき向こう側に刺した棒とこっち側の棒の間に
ピンと張って手元が見えないか、手元が見えるかな、ピンと張って、でここでこうずりずりずりと引っ張ってやります。はい、そうするとこんな風に線引いた跡がつきますんで、でこの線の中心にこうマルチを張っていくんですけど、先によっ、ここの線から棒をですね90度合わせて、よっ、こうやって隣の畝のところに棒を刺しておきます。そしたら、このロープをですね、さっきの線のとこからちょっと横に移動してやって、で、こっち側のロープも先端も、こんな感じで、輪っかを作ってやって、ここに、こうやって通しておきますね。じゃあちょっとねマルチを張ります。よし、こんな感じでさっき引いた線の中心にこうマルチャーの中心が来るようにセットしますね。映ってんのかな、
はい、そうするとこんな感じでまっすぐマルチが張れていきます。でさっき1本目線引いたロープ横に弾いてあるんですけど、まあこうやってねだんだんこう斜めになっちゃうんで、まあ、最後の方はねこうマルチ張りながら邪魔になったらよっ横にずらしてやります。でそれでまあね一番畝の終わりの方に来た場合、まあ通常これエンジン止めないんですけど説明するのにうるさいと思うんでエンジン一回止めちゃいましたけど、はい、さっきね刺した反対側の目安棒ですね、ここか、これまたさっき引いた線から90度直角に棒を当てて、よっ、隣の畝の中心位置を決めます。よし、お、これいや一人はきついな。そしたらねさっきこう反対側輪っか作って棒に通しておいたんで、またこんな感じで釣っていくかな。よっ、ロープを引っ張ってこうズリズリズリとやってやります。そしたらねこのマルチ端までマルチ張ったら今度 U ターンしてこうバックで向こうに戻ってきますんで、このロープ邪魔ですから先にさらに3本目の畝の中心位置この棒で測って、よいしょ、でこの輪っかを通して、でここの線の邪魔にならないようにロープを隣に避けて、うん、これでまた U ターンして戻っていきます。これを交互に繰り返して順番に畝を立てていく感じです。まあ、ちょっと一人撮影したんで分かりにくいかもしれないですけど、参考になれば幸いです。じゃあ頑張っていきましょう。以上です。